はい、どうも、リフテンです。前回移籍が終了しましたね。ノーマルのすっかり忘れてたエピソード2の存在を。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。ノーマルのエピソード1、ハードのエピソード1、ベリハのエピソード1、アルティメットのエピソード1が終わって、アルティメットのエピソード2つって言って終わりにしようとしてた俺は。あかんあかん。まあ正直ね、19レベルでこう来てるから、どうだろう、もしかしたら一つじゃなくてまとまってる可能性はね、あるんじゃないかなとはちょっと思いますけどね。よし、終わり。洞窟までは投稿されているんですね。いやいやいや、皆さんコメントありがとうございます。結構ため取りしてるんだよ。もうこの段階だともう遺跡までは投稿済ませてる状態で、どうか編集し終わってから気づいたんですよ。そうだ、エピソード2やんねえと忘れてたな。動画的にも全難易度全ステージクリアはした方がいいよなみたいなね感じで、ぜひねコメントよろしくお願いいたします。特にあのこのキャラクターをほんと初めて使うレンジャー自体をまともに使ったことがないアドバイスとかね、いただけるととてもありがたい限りでございます。さあボス戦だ。ボードじゃないな、8時です。18分できた、はいよ。いやこのレベルだもんな、そりゃ楽だわ。さて、あーショットねえの本気痛えな、言っちゃったのが。命中力が上がるからスナイパーもつく、ダメージ量の頭変わんないから。この位置でやろう、詰まることがない、これだとね。いや、アルティメットじゃないから全然帰らねえ、それに今不思議を感じた。もう一発来るだろう。あ、帰っちゃった。なんやねん。くらえ！
つより、メン、グッバイ。よし、ああ抽選よ。よし、20レベなんですよ。ついでにトイレ行ってこよう。部位を嫌われ者。こっちも当たんねえ。レンジャーでどうやって戦うんだろう。戦い方がわからない。とりあえず撃ってるか。ああ、あいつ。レベル的に死ぬことはないからいいんだけど、時間かかるな。でも真下に。お前、勝てんのお前。どっちが本体だ。なんだっけ、飛ぶ方が偽物なんだっけ。確か飛ぶ方かい。おめえ、それしかやんねえのか。おお、なんだそのやり方。そのやり方するんだったら最初からずっとそれだけやってる。あ、回んのか。
無敵にはならないのね。はい、はい、終わり。グッバイめー。これから近場に、逆に近場に行ってやろう。私がやりました。ここどーくで、ノーマルクリアしてハードクリアしてで耐え続けないの結構きついのかもな。いやでもまあいけるだろう。これは面倒くせえ。間に合ったかな、割れたの見えてないな、あまり。なあ、間に合ってねえ。バイラバになった。やべえ、デカめの靴みたいになってる。イエーイ。サラートマイザーだな。ちょっともったいねえかもしれねえけど、ないときはアンティパラライズ食わせるか。こうしましょう。やべ、あー遠いなー。にーん、やばい、もうしつこーい。あー、くそ。あー、やっと勝てた。硬かったな。遠かったらあいつはワープしてこねえんだ。見たらどこ行った。あ、奥に飛んでくるな。気づいてない？固まってる。はぁ、まったく
まだ猿の方が楽だ。よし、めんどくさいの終わった。一度帰ってあいつと戦ってやるぜ。うまい。このキャラで初めてだ。来た、久々だなトリッピー。いや初めてだから始めましたけど。トリッピー。どうやって倒そう。でまずあれだよね、動かない。これだけ覚えてるんだよ。動かなければ食らわないって。教えてもらってから忘れられないな、あれだけ。足んないよなぁ。避けるか。遠くから撃つがベストかな。どうしようもねえな。降りてこいって早く。今日もセガに愛されたモンスターめ。足打ちねえな。ゼロ。この距離感でこれか。寄ってくんな、危ねえ。怖え怖え怖え。寄ってくんな、寄ってくんな。ご老人が無茶すんなって。よっしゃ、この距離感で打てる。あんまり回復使わなくて済む方法はあるっちゃあるけど、長期戦になるなこれ。やっぱエピソード2はの20レベルでも辛いものがあるときはあるんだな。何このミス、何このミス。はあ、めんどくせーよー。あおおい、そんなじりじり組むなって。お年寄りなんだから。これだけは食らいたくない。ちょっと怖いから。時間かかるぞ俺。ペースで言うとちょっとまずいかな、もしかして。スタートマイズあるしな。あの高さが悪いのか。疲れてんな。怖い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 。顔面狙ってた方がいいかな。いえ、急に元気になるな。余命酒でも飲んだのかお前。大丈夫でした。ただ飛んだだけだった。ジジイがよ、危ねえな。画面狙うか、横から。攻撃力若干高めちゃった。なんでそれ
れでも食っちゃうのよ。降りておいで。いやいやいや、もう渡る渡るが本当に難しいな。レンジャーはなんで足っちゃうんだよ、なんで足っちゃうんだよ、なんで足っちゃうんだよ、めんどくせー。近いよ。表に急に多分両名手で走るだろう。あ、やべ。あー、食らう。なんとかなったらいいけど。レンジャーって大変だな。ターゲット遠くから狙える良さあるんだけど、その分ターゲットの幅が広がるっていうのが。陽明ダッシュ、陽明ダッシュ、ああ。あ、怖い、ちょっと離れよう。ダッシュかい。さすがにもう、ああ、ちょっと地形しよう。罪だしよう。もう飛ぶだろ。して卑怯だな。壁はめか、壁攻めだなお前の場合は。やめりー、ええな。ということで、はい、なあここね、ほんと足がこれ至近距離すぎるんだけど、ちょっとチケって、死にくんなよお前、じじいだろ、きつい。こいつの足元にいればそれを食らわなくて済む。だな、もういいや、無理せず羽を狙おう。あ、食らわんぜよ。余命酒でも飲んでろ。飲んだ。はあ、なんで、何に当たったの今の。よし、なんやねん、 目の前で物が落ちた。びっくりしたー今。虫かと思ったよ。フラフラ早い、もう出てた。帰れよ、地中に生まれよ、地中海に帰れよお前。よし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 、飛んでる時にも食らわない方法はもうあいつの足だな。ここは足しか狙えないんだよ。
後足がでかい。ちょっと来ないで、こたつに入ってなさい。めんどくせダッシュする。ダッシュじゃない、踏ん張りだ。じりじり来るのが一番困る。時間かけてでもいいから倒さない。死ぬわけにいかない。投げー、食えるよ。カーマになった。やべ、食い方変えちゃう。カモ？懐かしいカーマ。カーマ率高かったんだよな、いつも。あ、やべ、離れてる。よしよし、ここにいればいける。投げー、こいつこんなだったっけか。あー、ほんとストレスだな。よし、終わったー。途中から戦い方が分かった時には楽になったが、ちょっと疲れた。よし、 OK。 じゃあということでね、次回はプラント、ノーマルはこれで終わりですね。プラントをやっていきたいと思います。勝てるかな。お疲れ様でした。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。